오야오야? 男と女髪型も変える性別。はいはい。髪型ひげ。ああ、肌の色。とりあえずキャラクターメイクって感じですね、今回。で、一応日本語になってるな。ほう、ロード中。いやー、もうだね、背景がもうなんか完全にゾンビ系。ああ、始まった。お？なになにこれ？おお？誰？誰？てか誰？え？手振ってる。おお？赤パン？ヒーラー？生存者だな。助けが必要だ。少しだけ手を貸そう。何かを食べたら広告が始まるぞ。おお？後で。あ、なんか、漁される。はい。ほ？すべて取る。取ったんかこれ今。あ、取ってる。ほう、服。ほう、武器みたいな手に入れた。これは？あ、取れるわ。これは？あ、取れる。松の丸太。植物の繊維？松の丸太。はあ、これも拾えるんじゃない？あ、石拾えた。石、あー、違う、石、石灰岩。この鹿は？あ、ハエの足。木？ これはサバイバルか、これ。あ、鹿。ちょっと待って、なんかあの右上のマップ。おお、これか、ゾンビ、これか、これ、なんとか、う、ゾンビ倒した。おお、これはサバイバルですね。さっぽいな。これでしゃがめるな。あ、これで近づけるんだ。オッケー。あ、ゾンビからもアイテム取れるな。はい、今回のゲームだんだん分かってきたぞ。この鹿、ヘイ、鹿肉ゲット。あ、声聞こえますね。ゾンビを後ろからトーン。あ、そうそう。あ、でもそっちが気づいちゃって、あ、その奥にもゾンビがいるので、ちょっと待って、順番。焦らず。これでゾンビからアイテム取って、あ、こういう、ちょっと、これでそーっと近づいて、せや、へい、鹿ゲット。これはベリー。あ、これクラフトできるわ。テオの作りたいな。石拾って、あ、これでいいわ。3分の3。テオのが追加された。どれだ、どれじゃん、これか、これだ。あー、でこうか。これで、この木がワンチャン切れる。あー、いけるわ。これ、あれですね。なんだろう、ワイルドエイトみたいな感じ？あの、PC ゲームであるんですけど、それに似てるな。いや、今回は、母さんからまた急にね、携帯のモバイルゲームだったけど、面白いからこれやってみなさいということでですね。宿題もらっておりまして、やってみて、これ、ツルハシ作ろう。で、やり始めたのはいいね。これが、あ、よっけよっけよっけ。やっぱ、ツルハシ作れば、いやー、これ、サバイバルの鉄板ですね。斧で木を切って、ツルハシで、この石を砕くみたいな。いや、これ、ちょっと面白いかもしれないですね。いや、これ、今、父さんはですね、携帯、スマホで操作しております。操作してるっていうか、スマホゲームです。これ、ほら。いや、すごいな。今のスマホゲームって、なんか、こんなにいろいろ機能がついてるんだ。へえ。いや、それに、そもそもびっくりだな。で、クラフト、これとか、リュックとか、ほら、バックパックはやっぱ絶対いるでしょ。これ、持ち物増える系じゃない？どう？ああ、いいですね。持ち物、これでインベントリーの枠が増えて、これは？ああ、やっぱこれだね。キャンプファイヤーは絶対いるわ。キャンプファイヤー設置して、ちょっと焼きたいですね。鹿肉。せっかく取ったんで。で、この辺の石とかも採取して、いや、すごいな。これアプリのゲームでこんなになんか、こう、なんていうんですかね、詳細、クラフトとかもすごいしっかりしてるし、いや、いいぞ。これは面白いんじゃないですか？めちゃくちゃ。とりあえず焚き火作ってみよう。で、
この焚き火を建設。おお、すげえ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 、おお、すげえ。ほう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 。で、これにお肉、あー、で、木か。あー、そこに、あー、オッケーオッケーオッケー。あ、レシピ、あ、いろいろ作れるわ。あ、すげえ。労働者を雇う。あー、これまた後かな。無線塔を建設する必要がある。あー、なんかいろいろありますね。はい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 。とりあえずこれで時間が経つと1分40秒、お肉が焼ける系か。はいはいはい、すげえ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 。いや、進化してるな。携帯ゲームってこんなに今進化してるんだ。で、しかもこれ無料でしょ。いやー、お得感半端ない。そういうことね。オッケー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 。やってこうやってこう。で、一応表記は全部日本語設定なんですね。タイトルが逆に気になるな、ここまで来ると。で、今のところ分かってることは、これはサバイバルゲームっぽいですね。で、時代背景はそんなにあれかな、昔とかじゃないですね。今か、今と同じぐらいの年代か、それともどうなんだろう、荒廃した感じなのかな、未来の話なのかな。で、一応ゾンビ出てきますね、今のところ。ローディング画面でちょっと怪しかったけど。はい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 。ちょっと面白そうですね、これ。なんか、視点の視界っていうか、プレイの操作性はワイルドエイトにそっくりですね。PC ゲームである。いや、これで建築とかもできますね、これ。ほらほら、床。あ、すげえわ、これ。本格的、めちゃくちゃ。こんなことできるんだね、今。すごっ。はいはいはい、これでここをこう行って、ここ、ああそういうことか。はいはい、ああ、でちょっとワープする感じになるんだ。はいはい、これでここを置きたいな。 OK、 あ、そこは石がかぶってるから建てれない的な。いや、壁とかちゃんとドアとかも建てれるから、あ、これ面白いぞ。これ家の建築もできるんですね、拠点も。はいはい、でこれ岩を砕いて取ってしまえば、どう、あ、ちょっと、いや、レベルアップした。で、これ。あ、オッケーオッケー、いけた。で、次、壁。3マス、2マス拠点で行こうかな。ここは入り口。あ、いや、木が足りないわ。やばい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 。テンション上がってきた。おーい、お肉焼けましたね。これで、お肉が57、あー、86、61になった。水分もありますね。いやー、やっぱサバイバルですね。食料の概念と喉が渇く概念がありますね。で、ボタン設定的にはサブポケットみたいなのが1個選べて、メインの武器の装備と、あとは右下のかがむボタンですね、そーっと近づくやつぐらいか、今のところ。とりあえず木をたくさん切って一回拠点をしっかり作りたいですね。いや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 、ちょっとちょっと、これ面白いじゃないですか。やっぱサバイバルといったらね、木を切る、岩を砕くっていうくだりは絶対あるんで。で、一応これなんか、この多分アイテムを消耗してきますね、きっと。ある程度使うとこれダメになるパターンなんじゃない、これ。はい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 、ドア、はい、ここは窓とかでしょ。ここも窓、ここはどうしようかな。これはワンチャン壁で、この辺にも入り口作っときたいな。この辺の入り口。で、ここは窓か。ここね、こんな感じ。あー、いや、いいじゃないですか。なんだろう、ザ・フォレストなのか。でも、ラストっぽい感じもしますね。操作性はワイルドエイトの雪がないバージョン。いや、雪山のゲームだったんで、確かあれは。いや、面白いな、これ。いや、本格的。ずっと待って、畑行こう。次。畑作ろう、畑。これはどうやって作るんだ、畑建設。あ、でかっ、畑でかっ。4マス使うんだ。はいはい、まあ、ここでいいか。もうちょっとこっち。いやー、ちょっとゾンビいるしな。死体が転がってるんで。ここら辺で、で、レシピ。はいはい、種。あ、これか。あー、で、これで人参を育てる的な。おー、すげえ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 。いや、食料の概念とかもいいですね。いや、この辺で、この木とかも、繊維とかも、やっぱたくさん集めといた方がいいな。結構使いますね。はいはい。で、あ、
あー、そういうことか。ポイントを消化しないといけないのか。さっきからガンガンこう解除してたけど、数に限りありって感じかな。オッケーオッケー。とりあえずこのボックス作った。あー、そういうことね。はいはい、ここに設置。あ、オッケーオッケーオッケー。で、これが、あー、いいですね。パー、毎回のパターンですね。このアイテムをしまうボックス。いやー、なんか操作っていうか、ゲームの進行は、いや、本当に、なんていうんですかね、ラストとワイルドエイトとフォレストを3つ全部くっつけたみたいなゲーム性になってますね。あ、いいぞ、いいぞ。いや、これ、いや、びっくりだな。まさか、携帯のアプリゲームでこんなに、あ、道具が壊れた。あ、やっぱ道具も消耗するんですね。携帯のアプリゲームでここまでのクオリティあるって言わ、全然、ここまでとは思ってなかったな。すごいわ。で、これで手斧をもう一回作って、どうすかね、これ、木が10本ぐらい切ったら、1個でも消費する感じ？まあ、ある程度って、でも、まあ、コスト的には、そんなんですね、石3つと、木、あれ、5本だったかな？ぐらいでできるんで、そんな、結構今のところ木もたくさん生えてるんで、この木ってリスポーンするのかな？取ったら取りっぱなしなのかな？生えてきたりしないのかな？とりあえず今は、ここのエリアのところを取れるだけ取っちゃって、資源回収ですね。まずは。この武器も手斧みたいな今持ってるんですけど、手斧じゃないわ、なんか包丁みたいな持ってるんですけど、これも多分あれだな。あ、お肉焼けた。お肉ゲットして、鹿が全部横たわってるんだね。ああ、はいはい。で、ここに入れとこう。ここにいろいろアイテムをしまっといて、あ、重ねられるのは20個までか。オッケーオッケーオッケー。ああ、いいですね。いや、なんか、めちゃくちゃあるな、アイテムも。この槍みたいなのも作りたいな。この辺はツルハシか。この光ってるのは多分鉄鉱石みたいな感じですね、さっきから。石っぽいのが取れる。鉄っぽいのが取れるんで。で、パターン的に行くと、かまどみたいなのを作って、この鉄鉱石を溶かして、鉄、あ、レベルアップした。もうはやレベル4。はい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 。まあ、すべてのアクションに、プラス10ポイントぐらい。ちょっと待ってよ。これ、名前変えれるな。ちょっと名前変えよう。父さん。オッケー。オッケー。あれ？あれ、どなしになっちゃった？あれ？あ、あれか。名前は、日本語入力対応はしてないから、これか。ローマ字か。あ、ローマ字いけた。あ、父さん。あ、できた、できた。いいですね。これで、父さんの名前もついたし。オッケー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 。どんどん、どんどん。あ、道具が壊れた。あー、ピッケル壊れる。やっぱ石も10個ぐらいですかね。10個も砕けんかったかな。だいたい木も10本ぐらいで斧が壊れるから、消耗はピッケルも斧も10本ぐらいですね。よし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 。とりあえず拾えるやつは、この繊維とかも、この石とかも、拾えるやつは拾っときますか。あ、木やった。あ、石やった。いや、いいぞ、いいぞ。すげえ本格的だな。いや、これはちょっとテンション、ワクワクが止まらないですね。テンション上がるな、これ。これ、なんか操作性もね、結構スムーズなんですよ、今のところ。これは有料ゲームなんじゃないのかい？まだちょっと、つかみきれてないですけどね。で、これで最初、ここからアイテム拾って、この人、ああ、そういうことか。ご飯が空いたら、この人に話しかけたら、アプリ自体が無料なんで、多分広告挟んでくるんですよね。広告を見たら、アイテムあげるよ、交換するよ、みたいな感じなんだ。で、ここで、人参の種を重ねといて、で、焼くもの。あ、ベリーで、ベリーティーができるんだ。あ、飲み物か、これで。はい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 。なんかちょっと木入れといた方がいいですね、この部分に。で、ここにアイテムを追加と。いや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 、これ今後楽しくなってきそうですね、このシリーズ。はーい。では、こんなもんにしときたい。あ、喉乾いてるな。それでは、今日はこの辺で。
最後、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。またツイッターもやってるので、ぜひフォローの方もお願いいたします。それではまた会いましょう。お疲れ様でした。